皆様こんにちは、ささやき女官アクアです。もしもあなたの住む町がこの世から消えてなくなってしまったら、つまりあなたの住む家だけでなく駅もコンビニもスーパーも学校も道路や線路すらなくなって、そこは真っ平らなただの土地でしかなくなり、人間もペットもいなくなり、ただそこに広がるのは静寂のみ、もしもそんな風にあなたの暮らしてきた町が完全に消滅してしまうとしたら、あなたにはそんな想像ができるでしょうか。しかし世界には実際にそんな風に消滅させられてしまった村があるのです。それはまさに第三帝国による極悪伝説と言ってもいいでしょう。第三帝国というのは、独裁者アドルフ・ヒトラーが政権を握っていた時のドイツのことです。ちなみに第一帝国は神聖ローマ帝国のことで、第二帝国はビスマルクのいた頃のドイツ帝国です。1933年にヒトラー内閣が誕生し、ワイマール憲法は事実上停止されました。そしてヒトラーが権力を握ったナチスドイツは第三帝国と呼ばれるようになったのです。悲劇の始まりは1939年、ドイツがチェコを併合したことでした。その頃、ドイツの独裁者アドルフ・ヒトラーはドイツ人の統一、ドイツ人地域の統一を目指しており、ドイツの領土拡大に野心を燃やしていました。そしてそのヒトラー率いるナチスドイツは、それまで独立国だったチェコスロバキアを解体し、ベーメン・メーレン保護領としてドイツの支配下にしてしまいました。こういったヒトラーの暴走が世界中で第二次世界大戦の勃発を招こうとしている、まさにそんな時でした。そしてドイツはチェコを統治するため、 SS 親衛隊の幹部ラインハルト・ハイドリヒをベーメン・メーレン保護領の副総督としてプラハに送り込みました。ハイドリヒはヒトラーのお気に入りの人物でした。それはおそらく彼が金髪碧眼でナチスで優等人種と考えられていたアーリア人そのものの外見だったこと、そして彼が非常にナチスのために忠実に働く人物だったからでした。ナチスに忠実なハイドリヒは金髪の野獣、死刑執行人との異名がつけられるほど、自らの意に沿わない者やドイツに逆らう者を徹底的に弾圧しました。多くの人物を逮捕し処刑し、絶大な権力を振るうハイドリヒには誰も逆らうことができず恐れられていました。ハイドリヒは SS 親衛隊の副総督であり、その上には総督といった立場の人間がいたものの、チェコ総督には比較的穏健な人物が指名され、その下にあえて強権的なハイドリヒを置くというアメとムチ政策が取られていました。だからハイドリヒはチェコ総督を差し置いて、まさにチェコの支配者として振る舞っていました。ある時プラハ城の中にある聖ピート大聖堂を訪れた際、ハイドリヒはふざけて聖ビーツラフの王冠を頭に乗せてみました。この時権力の絶頂にあったハイドリヒはチェコの王と呼ぶにふさわしい存在で、彼の威風堂々とした姿にその王冠は似合っていたかもしれません。しかしこの聖ビーツラフの王冠というのは、かつてボヘミア王の戴冠式に使用されていたもので、この王冠には王にふさわしくないものが被ると死が訪れるという言い伝えがあったのです。1942年5月27日、事件が起こりました。ハイドリヒはその日もいつものようにメルセデスのオープンカーに乗ってプラハ郊外の屋敷から
職場であるプラハ城まで通勤しようとしていました。ところがその途中でハイドリヒは爆弾と拳銃で襲われたのです。第二次世界大戦におけるドイツの敵国イギリスから送り込まれた元チェコ軍人の特殊部隊員2人がハイドリヒを待ち伏せしていたのです。この2人の暗殺者に撃たれ、傷口から感染症を起こしたハイドリヒは高熱と激痛に苦しみながら絶命しました。どうやら聖ビーツラフの王冠は彼を正当な王とは認めなかったようです。さて、暗殺者2人はすぐに現場から逃亡しましたが、プラハには直ちに戒厳令が敷かれ、暗殺犯の捜索が始められました。この時捜査線上に浮かんできたのがリディツ村でした。リディツ村では数年前から農夫の一人が行方不明になっており、どうやら彼がドイツの敵国イギリスへ渡ってイギリス空軍に入ったらしいという情報があったのです。情報によるとイギリスで訓練を受けた暗殺犯はその後イギリス軍の手引きでチェコへと潜入しているとのことでした。保安警察を指揮していたホルスト・ベーメ大佐はリディツ村の村人たちがこの暗殺犯をかくまっているに違いないと考えるようになります。暗殺事件の翌日には早速ゲシュタポ秘密警察によってリディツ村に暮らす2家族の男女15人が逮捕されました。ですがその結果証拠は何も出てきませんでした。しかしベーメ大佐はそんなことは気にも留めず、ヒトラーに村の破壊を提案します。ヒトラーはお気に入りのハイドリヒ暗殺に大激怒していたため、報復としてこの村を破壊する案に同意しました。それでも腹の虫が収まりきれないヒトラーは村を完全に破壊してまっさらな土地に戻し、地図から抹消するよう命令を出しました。6月10日、再びやってきた保安警察はリディツ村の周りを取り囲みました。村人たちは前回の逮捕で事件は終わっただろうと思っていたため困惑しました。500人ほどの村人すべてが集められ、保安警察は村人たちに、これから取り調べを行うためお前たちを小学校へ連れて行く、何もしないから安心しろと告げました。しかし小学校へ向かう道の途中で集団の中から200人ほどいた男性だけが別の道へと進むよう命令されました。その200人ほどの村の男たちは村外れにあるホラック家の農場へと連れてこられ、納屋の中に閉じ込められました。そして何人かごとに外へ連れ出され、納屋の壁の前に並ばされると、警察隊員らの構えた銃によって次々と処刑されていきました。最初は5人ごとでしたが、時間がかかりすぎると考えたベーメ大佐は途中から10人ずつにするよう命令を出しました。一方残された女性と子供たちはそのまま強制収容所へと連行され、多くが収容所の過酷な生活で命を落とすことになりました。ドイツで人種的に優れているとされたアーリア人の特徴を持っていた子供、つまり金髪や碧眼の子供の中にはドイツ人の里親の元へと連れて行かれた子たちもいます。住民らの始末が済むと保安警察はリデツ村の破壊に乗り出しました。村の建物には次々と火が放たれ、燃え残った残骸も爆発物を仕掛けて破壊されました。ヒトラーの命令通り村は元から存在しなかったかのごとく真っさらな土地へと戻されたのです。驚くことにドイツ軍の報復は
生きている人間と村の破壊だけにとどまりませんでした。なんと村の墓地まで掘り返され、遺体は運び出されて処分されたのです。また動物も例外ではなく、村にいた家畜やペットに至るまで残らず命を奪われました。さらに破壊はこれだけでは終わらず、ドイツはさらに100人の土木作業隊を派遣し、8ヶ月をかけて村に通じる道路を撤去し、村を流れる川のルートを変え、牧場や農場なども全て元の原野へと戻されました。こうしてリズツ村からは人が暮らしていた一切の痕跡が消し去られたのです。地図からはその存在が消されたものの、破壊の様子はフィルムに収められました。ドイツに逆らえばどうなるかを人々に知らしめるための材料として広くプロパガンダに使用されました。つまりリデツ村の存在は記録だけでなく人の記憶にも強く残されたのです。しかしこれほどまでに村を破壊しても暗殺犯の手がかりが見つかることはありませんでした。それもそのはずで、暗殺実行犯の2人とその仲間たちは実はプラハにある教会の地下に潜んでいたのです。結局彼らもその後ドイツ軍に見つかってしまい、銃撃戦の末に死亡しましたが、リディツ村にかけられた疑惑は全て濡れ衣だったのです。リディツ村とそこに住む人々は暗殺犯を助けたというありもしない罪のためにこの世から消されることになり、まさに罪のない人々が犠牲になった悲劇と言えました。ドイツ自身の宣伝によってこの事件は世界中に知れ渡っていたため、ドイツに対し大きな批判が巻き起こりました。翌年にはヒトラーの狂人のタイトルで事件を扱ったハリウッド映画が制作され、さらにリディツ村の人々を追悼するため世界各地にリディツの名を冠した町や建物、広場が生まれました。また女の子の名前としてもリディツが使われるようになりました。戦争が終わった後もリディツ村はチェコの人々の記憶に残り続けました。そして第二次世界大戦後の1949年、かつてリデツ村があった場所の隣に新しい村が再建されることになりました。これが現在のリデツ村です。もともとの村があった場所は公園として整備され、かつての悲劇を後世に残すための記念碑が建てられています。今では何もない芝生が広がる場所になっていますが、ところどころに兵士に追い立てられる人々をかたどったモニュメントや子供たちの像などが点在し、かつて確かにここで凄惨な事件が起こったことを現代へと伝えています。公園でそっと耳を澄ましてみてください。助けを求める誰かの声や子供たちの泣き声が聞こえてくるかもしれません。もしそんな声が聞こえたら、それはきっとかつてこの場所で殺された人々の魂の叫びに違いありません。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。今日のお話を気に入っていただけたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またチャンネル登録の横のベルマークの通知設定を押していただきますと、新しい動画がアップされた時すぐに通知が届くのでおすすめです。それではまたぜひささやき旅館の館へお越しくださいませ。次回の動画でお会いしましょう。